ても元気な町で、人もそれから風景も賑やかで、とても元気をもらいました。对，我觉得这是一个非常有元气的国家，无论是那个街上的风景，或者是这里的人。僕は空港からここまで来る間タクシーで来たんですけど、生まれ育った日本の町が大阪というところなんですけど、それの御堂筋というところにすごく似ているという話で盛り上がりながら来ました。那我今天一下飞机哦，就直接搭乘计程车来到饭店。那其实我是大阪人，然后我觉得沿路的风景呢，跟我的故乡就是大阪的玉堂金那条主要大马路非常的像，所以我们在车上就很热烈的讨论这件事。今回小袋として初めて台湾に訪れたんですけれども、まずは2011年に日本に大きな震災が起こりました。その時に台湾の皆さんが日本に対してたくさんの支援をいただいて、日本に住んでいる僕らはとても大きな力をもらいました。まずはそのことに対して本当に感謝の気持ちを込めて、ありがとうございましたと言いたいと思います。这是我们可口可乐呢第一次来到台湾，但是我在这里想要先感谢，就是在东日本大地震的时候，我们日本呢受到了非常非常多台湾的朋友哦，大家就是的这个非常多的捐款，还有这些鼓励，所以让我们呢得到了很大的帮助。那在这里呢，我想要先谢谢台湾的各位朋友。いやもう早く来たかったんですが、きっかけは、台湾に旅行に行く友達なんかがバスの運転手さんやタクシーの運転手さんなんかの携帯の音によく小袋の音が鳴るっていうのをよく聞きまして、本当ですかって聞いたら、たくさんの人がいろんなところで小袋の音楽を地面にしてるよって聞いて、これはもう早く行きたいということになって今年実現しました。其实我们老早就想来了，但是一直在等待了一个适合的机会哦。但是呢，在来之前，其实我们很多朋友来到台湾，日本朋友来到台湾之后，他们说，居然说在，譬如说是在计程车的里面，就是司机先生在听的这个音乐，或者是说呢，有一些台湾的朋友呢的这个手机的那个来电打铃声，竟然都有可口可乐的歌声，代表就是台湾好像有不少的歌迷哦。所以其实我们一直很想来，那这一次终于可以实现了。僕はちっちゃい時から野球をやっていて、野球やっていたので、王貞治さんとか、郭大元、郭源氏、楊大官、もう老名士、もう台湾の選手はみんなすごい野球選手が多いっていうイメージがありました。因为我从小就打棒球，所以我对台湾的这些出生一些野球棒球选手呢，从王贞治开始，然后不论是郭元志啊、郭泰元啊，还有现在杨代刚，我都非常的喜欢。まあ、喧嘩するのは背がでかすぎるってことぐらいで、他は喧嘩したことないです。我们俩如果吵架的话，只有一个原因，就是他身高实在太高了。僕は自分の歌も好きなんですけれども、人の歌を歌うのも大好きなので、しょっちゅうカラオケに行って自分の歌以外を歌ってストレスを解消してます。我自己呢很喜欢自己的歌，但是我也很喜欢哦听别人的歌，所以我非常呢会常去卡拉 OK 去唱一些别人的歌来解除我的疲劳。